はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。山根様、和成様、ご支援ありがとうございました。何度も何度も教えていただきまして、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。私ですね、決議型聞かれて、大型って答えて、やっぱりとか言われるとちょっと腹立つんですけど、皆さんそういうとこございませんでしょうか。江東区支部長、日本改革党江東区支部長藤川のところにですね、クルド人から頭を打ち抜いてやると、脅迫 DM が届きました。でね、今見たらこいつのアカウントは凍結されておりました。通報がたくさん行ったんでしょうか。そうするとちょっと後を追えなくなっちゃうから、脅迫 DM とか来たら黙って警察に通報っていうのがいいと思うんですけれどもね。しかしクルド人ね、日本人を脅してばっかり、脅迫してばっかり、何様なん、それしか手段を知らないかのように脅迫してばっかり。やっぱあれなんですかね、他の知らないんだろうな、手段をな。脅迫しか知らない。アメとムチじゃなくて。関東甲信越が梅雨明けで高温注意。くれぐれも皆様熱中症にお気をつけください。私の父の弟の奥さん、おばさんですね、要するに。熱中症で亡くなっております。ちょっとボケ気味のところですね。真夏に縁側で日向ぼっこしちゃったんだって。それで亡くなっちゃった。身近にいるんで、こういう人が。16日、トランプ前大統領。ドル高は輸出産業にとって凄まじい負担だ。ブルームバーグ通信のインタビューで発言。一方、国内産業を潰して中国共産党に奉仕したい中共の犬の河野太郎デジタル大臣。円は安すぎる。価値を戻す必要がある。日銀は利上げを。同じくブルームバーグ通信インタビューで発言。円は安すぎて何根拠に言ってんだろうね、こいつね。それなんかソースあんすかっていうのと、それってあなたの感想ですよね。で、そのものじゃないの、これ案件じゃない。両論です。アメリカが利上げの行なに、何言ってんだこのバカ、また所管外に口出してる。為替のために利上げって本末転倒だろ。景気が悪い時には税金を下げ金利も下げるんですよ。中学校の教科書で習ったでしょ。通貨高にするために利上げしろなんて言い出すとか、前代未聞のバカ。これは所管外とは言わんのか。 GDP マイナスで利上げなんかしたら一気に不景気になるだろバカ。太郎は余計なことを言うのやめろバカなんだから。やっぱ親父と同じ国賊じゃねえか。バカっていう何言ってんだっていう意見が多かったですね。金利を決めるのは物価上昇率なんですよ。インフレが過ぎたら金利を上げる。デフレ、になったら金利を下げる。で、今までずっとデフレだったからゼロ金利やってたじゃないですか。為替のために金利を上げ下げするなんて話聞いたことない。バカじゃないのこいつ。悪魔の民主党政権。悪夢じゃなくて悪魔。中国韓国に利するため1ドル78円の円高を放置、むしろ誘導。価格競争力で負けたですね、半導体企業の東芝系 LP ら倒産。この時民主党が言い放った言葉が、韓国から安く買えばいいだったんですよ。つまり円高はですね、民主党と同じく日本の敵なんですよね。民主党政権が生まれなければ半導体の覇権をね、台湾に奪われることもなかったんですよ。だいたい河野太郎が言うですね、安すぎるの根拠がわかんないですね。何と比べて安すぎなのか、どういう基準があって、それと比べて安すぎんだか全然わかんないですね。私理系なんでこういうとこ気になっちゃいますね。だいたい為替はお前の所管外だろうが、財務大臣でもなったつもりなんすかねこいつ。太郎は中共に尻尾振ることしか考えてませんね多分ね。強くなった円で中国製太陽光パネルをいっぱい買ってとしか考えてねえだろこの国賊は。このバカは。それしか考えてねえね。共産党、築20年の代々木本部ビルを回収したいから募金してくれ。目標5億円。回収費用が5億円かかるんだって。で、建設費が20年前80億円かかったしさかな。世論です。
これは全国に擁立するの無理だね。立憲を離さないわけだ。金がなくて金欠で全国に立候補できない。不破の豪邸売却してから出直せ。小学校よりでかいんだってね、不破の豪邸。蓮舫がそれぐらい稼いだ。蓮舫を出しにして募金募ってましたよね、共産党。解体費用なら考えてやる。カルト宗教の伏せ集め。あんな立派なビルって必要か。売っちゃえば売っちゃえば。財政に余裕なく、解散総選挙、参院選、都議選に備える必要もあるため、回収資金は5億円を目標に皆さんに本部ビル大改修募金をお願いする以外ないと判断しました、ですって。まあ、要するにですね、金ねえんだわっていう話。所得の1割寄付してくださいって、党員、たちも、ほぼ年金生活になったしね。そうすると、年金の1割だと、現役時代よりもぐっと党費減るわけだし、小さい字が見えなくなったであるとか、ぶっこなどで赤旗解約も相次いでると聞くしね。あんな代々木の一等地によ、豪華ビル構える必要全くないんじゃないの？全然。党員も議員もさ、建てた20年前から激減してるわけだしね。やる仕事も減ってるはずだ。田舎の賃貸に引っ越せば解決なんじゃないの？武言、文言、武言、身の程に合った、身の丈に合った、とこに本部構えりゃ、えんだねえの、田舎にさ。新聞業界に激震、全国紙を名乗る毎日新聞が9月から、富山県で業務を辞めると発表、県全体で800部ぐらいしか売れてなくて、採算取れないんだって。あと富山県ですから、配達地域も広いんだろうな、多分な。ガソリン代食って、しょうがねえなっていう話。世論です。落ちぶれすぎだろ。新聞業界10年後はない。全国紙としての義務を果たせよ。需要ないもんね。毎日か言ってよし。嘘つきなのがネットでバレたから、全国紙以上の看板を下ろさないとな。政教新聞の印刷しておきやってようやく息ついてる毎日。業務中止の件がこれからどんどん増えていくだろう。毎日新聞終わりの始まり。一件でも漏れあればもう全国紙って名乗れないんじゃないの。全国っていうのは状態が一つしかない絶対語なんだしね。全部とか完全とか皆無とか状態が一つしかない、絶対語なんだから、一件でもかけたら全国紙って名乗れませんね。次は新潟、次は石川って具合にどん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 業務放棄の件増えていくんでしょうね。竹橋にある本社ビルも売って家賃払って使わせてもらってる状態だしね。政教新聞の印刷の下請けやらせてもらって倒産を逃れているような状態だし、朝日より先に潰れる降参大ですね。子会社、毎日新聞の子会社の TBS の業績はどうなんでしょうね。株価見ると儲かってるようには見えないんですけどね。日テレの音楽番組ウィズミュージック視聴率大爆死。スポンサーが気にする13歳からの49歳の視聴率がわずか1から2%。50歳以上になると欲しいものは大体持っててもう消費しませんからね。4月に開始したが早くも打ち切りと噂です。世論です。音楽番組なんて録画して見たいとこしか見ないだろ。いくらでも YouTube で見れる時代だぞ。韓国ご利用しで音楽番組は全部視聴率が悪い。ジャニーズと K-POP ばっかだし、でっかいテロップにしょぼいセットがダメ。音楽番組は全滅したかと思ってさ、テレビないから知らんかったわ。好きなアーティスト以外見るのもだるいから録画視聴なんじゃないの、こういうのって。つべで無料で溢れてるし、素人のカバーもいいのあるよ。むしろオリジナルよりいいカバーなんてのもありますよね。それよか日テレはせっかく買った家に住めなくなった大谷選手に謝れって。蓮舫さん、朝日記者の共産べったりという事実陳列にぶち切れ、蓮舫応援団の皆さんが朝日新聞不買運動を開始いたしました。世論です。おう、打ち切れバカ。蓮舫は朝日と仲間ちゃうんか。また普段から買ってない連中による不買運動か。
ワイの家も50年以上朝日新聞不買してるで、もう二度と報道の自由度ランキングがとか言うね。蓮舫もう頭おかしくなってるやん。でもお前ら赤旗しか買ってないですよね。蓮舫共産の比例でですよ。不買運動って言ったってどうせあんたら赤旗しか取ってねえだろ。元から買ってないだろ。赤旗しか、赤旗愛読層が起こす朝日不買という謎、パヨ同士で何やっとるんや。こちら側の批判には絶対謝らない朝日新聞が速攻で蓮舫には土下座したのに許してもらえないのね。ざまあみろ。これは今野忍記者を解雇か総務部あたりに回すしかないですね。蓮舫は立憲の最大支持団体の連合を批判しちゃったから立憲に戻れない説ありますね。その時はまあ共産党に入党すればいいんですけどね。今も赤旗取得者が熱心に朝日不買をやってくれてるみたいですしね。石破茂総裁選の推薦に20名確保が難航。やっぱり予想通り普通のおじさんに戻りたいとかほざいてるみたいであります。よろです。戻ればいいよ。誰も引き止めない。お前の年だと普通のじいさんじゃないのか。67歳みたいですね。石破茂、総裁選の時だけ出てくる男、メディアが全力応援してもこの始末。今は異常なおじさんだもんな。今日にでも辞表出せばいいと思うよ。マスゴミアンケートではいつも1位の石破茂。ゴミは自民党支持者以外のパヨにも聞いてますから、パヨが答えるのはですね、誰が一番日本を破壊しそうかっていうことですね。つまりパヨは河野太郎よりも石破の方が日本を破壊してくれそうって考えてる結果が毎回1位のアンケート調査結果と。こいつね、北朝鮮のハニートラ女をおかわりしたって噂ありますね。その昔、推薦人20人覚悟できなくて総裁選に出れないっていう生き恥かくといいですね。今日の単身です。バイデン大統領コロナに感染。症状は軽いというが高齢だし大丈夫か。トランプは死にかけましたけれども、バイデンも死にかけちゃうのかな。東京新聞、23区以外の地域で夕刊廃止、23区だけは継続。毎日と一緒で採算取れないんだって。全地域で朝刊も廃止でいいよ。あと北海道新聞も夕刊中止だって。静岡新聞も、だいぶ新聞業界バタバタと。最後に残最後に残るのは読売ぐらいですかね。毎日倒産して、それとも政教新聞なんかが意外としぶといかもしんないな。朝日より政教新聞の方が生き残りそうだな。今部数読売に次ぐ2位だっていうしね。驚いた。恐ろしい。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。